皆さん、こんにちは。今日は戸塚塾の続きを言っていきたいと思います。前回ですね、江戸方見附というところまで来ました。今日はですね、こっから上方見附を行って大阪上まで登っておしまいということになります。このね、青いところが戸塚宿。見附っていうのはね、宿の入り口と出口のことを言います。なんで見附っていうのかね、よくわからないんですけども、多分ですね、宿の役人の人がこの見附入り口のところに立ってですね、おー、向こうから大名行列が来たぞ、見附だぞ、みたいなことを言ったので、見附って言うんじゃないかなと私は勝手に思っておりますが、本当のところはどうかわかりません。とにかくこの見附っていうのはですね、宿の入り口と出口。江戸側の方を江戸川見附、大阪京都側の方を上方見附っていうんですね。これすべての宿場でですね、共通の名前になります。それでは早速行ってみましょう。はい、早速歩いていくと、吉田一里塚が現れてきました。この吉田一里塚ですけれども、一里塚っていうのはですね、だいたい1里っていうのは4キロごとなんですけども、旅人の目印のために1里ごとにですね、塚、まあ大きく、まあ小山みたいなものですよね。小山を作ってくれて、そこで、あ、ここで1キロ進んだな、約4キロ進んだなというその目印になる塚があったんですけど、この戸塚一里塚っていうのがここにあったっていうんですけど、今となってはですね、全く跡形もなく、どこにも跡は残されております。ここマンホール、このデザイン面白かったですね。箱根駅伝のデザインなんですけれども、やっぱりね、戸塚といえばですね、宿場町だけじゃなくて、この東海道の箱根駅伝の、その第2区から第3区に変わるところ、その中継地点でも有名です。はい、こういうデザインのマンホールもあってね、これなかなかいいですよね。はい。そして、目の前に見えるのが、これ、吉田大橋といってですね、ここに柏川という川が渡っております。ここに有名な歌川広重の浮世絵が描かれております。はい。こんな感じでですね、右側に橋が見えます。これが吉田橋です。そしてね、左側には米屋って見えますけど、米屋はね、存在してないみたいですよね。はい。左、鎌倉道って書いたんですけど、これちょっと読みにくいですけどね。実はですね、この石碑、この墓標がですね、今でもあります。この墓標ですね、左鎌倉道って書いてあるこの墓標、ちょっとですね、見に行きたいと思います。はい、ここから少し離れたところにですね、妙秀寺というお寺があります。こちらになります。妙秀寺にさっきの石碑がですね、置いてあるんですね。はい、ここ登っていきますと、この左側見てください。はい、こちらです。ちょっと上の方欠けてしまっていますが、よーく見ると下の方ですね、鎌倉道、ら道っていうのが見えますよね。はい。これがですね、あの浮世絵に書かれた、あの、墓標なんですね。はい。鎌倉道とあります。はい。ここでですね、ちょっとですね、吉田川に来たので、吉田川の生態調査をしてみました。今、仕掛けを投げてね、後で帰りに引き上げてみようと思います。多分ですね、あの、口細とかですね、エビとかそういうのが入ってるんじゃないかなと思います。さあ。こちらの交差点に来ましたが、ここ正面がですね、地下に潜っていくトンネルになっております。昔はこのトンネルなかったんですね。これから行くですね、踏切を渡って車を通っていったんですけど、あの踏切はね、とっても混雑してなかなか開かずの踏切で渡るのが大変だったということで、何年かの工事を経てですね、今のアンダーパス、地下道ができました。はい。このようにですね、戸塚塾はですね、至るところに案内板とかね、看板とかがあって、宿場町の説明をしてくれますので、これ読みながら行くとですね、非常に勉強になりますね。今いるところはどこですよとかですね、ここに江戸方見附があります、ここに何のお寺があります、何の神社がありますっていうのを全部教えてくれます。さあ、そしてこの案内板のところにちょっとね、面白いね、看板を見つけました。小宮山中次郎商店、味のある看板ですよね。まだ開いてなかったんですけれども、獺祭の段ボール箱がありますね。はい。そしてこのアンダーパスを右側に見て、この歩く人はですね、左側の道を行きたいと思います。はい。クリーニング、ホワイト社って言ってね、こういったね、あの、昭和の時代の匂いを感じさせるね、建物がね、至るところに残されています。まあ、ただ基本的にはね、結構建物もね、建て替えられてね、新しい街に変わりつつあります。しかし、よく見るとまだ古い建物がよく、たまに残されているので、それはしっかり観察していきたいと思います。さあ、この道を突き当たりますと、今、線路に当たりました。ここにですね、開かずの大踏切、戸塚の大踏切があったわけです。はい。あ、
あの、踏切のマークが残されてますね。ここに昔踏切があったんですよ、というとことですね。あの、ここの踏切はね、本当にね、東海道線やらね、横須賀線やら、いろんな電車が通りますので、なかなか開かないんです。しかもね、このすぐ横にです。あ、今東海道線が来ましたね。あの、電車の速度がね、割と遅い場合が多くて、なぜかというと、このすぐ左側にですね、戸塚駅のホームがあるんですね。ですから、ホームから発進した電車も、ホームに入っていく電車も、両方ともスピードを緩めていくので、この踏切は開く時間が非常に少なかったということで、渋滞がですね、すごかったんですね。で、昭和30年代に時の吉田茂首相がここを通勤に使ってたんですけども、あまりにも踏切が開かないので、もうイライラしてですね、こんなんじゃ首相の仕事は成り立たねえと言ったかどうかはわかりませんが、この踏切を通らないような新しい道、さっきですね、戸塚1号線の新戸川右側にあったと思うんですけど、あれはですね、吉田首相が作ったワンマン道路、通称ワンマン道路と言われる道路なんですね。この踏切を避けるために作りました。今のすごい行列できたよね。あの開かずの踏切の昭和15年の写真です。懐かしいというか、まあちょっと覚えてはいませんが。さあ、踏切の今はですね、昔は踏切でしたが、今ですね、こういう立体の歩道橋になっております。さあ、歩道橋の上から、1号線を見下ろすとこんな感じです。もうかなり都会になってますね。もう駅ビルが左右に立ち並んで、あ、佐野実さんのですね、品そば屋がここにありますね。品そば屋です。はい。そして、信号の標識には制限院とあります。制限院というお寺にですね、ちょっと寄っていきたいと思います。この細い道をですね、行くと制限院になります。さあ、制限院に入ってきました。このように少し坂を登りますと、はい、このような美しいデザインの、まあ、清楚な感じのね、立派なお寺ですよね。まあ、昔からこんなデザインだったんじゃないかなと思わせるような、そういうお寺です。はい、ここには心中した男女を忍ぶね、句があります。意に浮かぶ、つがいの果てや秋の蝶とあります。まあ、井戸に蝶々の死骸が浮かんでいて、それが心中した男女のつがいに思えたと。まあ、そういうような意味の句ではないかなと思われます。はい、この制限員ですね。側室のおまんの方という方のゆかりのお寺だそうでして、おまんの方というのはね、この近くの泉区のおかず町というところの出身だったというふうに言われております。さあ、このようにですね、立派な石碑がここも残されておりまして、これもね、かなり時代が古いと思いますよ。これもね、文政元年って書いてあるんでしょうかね。相当古いものだと思われます。さあ、このようですね、あの、道の至るところに昔の墓石がですね、並べられておりまして、まあ、ほとんどが明治時代以前、江戸時代のものも含めてですね、ずらーっと並べられておりますので、まあ、このね、一つ一つの墓石はね、やっぱりこの戸塚の発展ですとかね、渋滞がすごいなとかね、踏切が潰れてアンダーパスができたとかね、そういったことも全部見てきた、まあ、歴史の証人のようなところはありますよね。はい。いにしえの匂いが非常に漂っております。この辺はですね、昔のことをね、忍びながらしっかり参拝させていただきました。はい、いや、これなんかすごい、あの、何ですか、非常にね、円形の斬新なデザインですよね。昔ではちょっとね、滅多に見ない墓石だと思うんですけれども、まあ、こういったデザイン、よ、粋だね、みたいな、そういう雰囲気があるデザインですよね。相当斬新なデザインだったんではないでしょうか。はい、再び東海道に戻ってまいりました。こちらが駅前の交差点になりますが、ご覧の通り、まあ駅ビルは立ちますし、しかも車の往来も非常に激しくてですね、まあビュン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 車が行ったり来たりしてますが、さっきの非常に静質なですね、あの制限員の空気と、ここの空気と全く違いますよね。これね、ほんとね、まあ30メートルも離れてないぐらいのね、まあ隣接した距離なんですけどもね、一歩、向こうに、裏に行くと、非常に静質な古風ゆかしいですね。そういう空気が残されているのがこの東海道だと思います。はい、ここで区民交流広場の中のですね、に入ってですね、戸塚塾のジオラマがあるというんで見せていただきたいなと思ったんですが、残念ながらこの日は休館でしたので、見ることができませんでした。さあ、戸塚の問屋場跡というところに参りました。問屋場というのはですね、戸塚宿のいろいろな運営をしている役所みたいなところですね。あ、何日にあの大名さんが来るから、大名行列が来るから、はい、誰々があの荷物を運んでくださいとかですね、幕府の役人の誰々さんが来るので、お出迎えの当番は誰々で荷物はこちらに運んでくださいとかですね、そういうことをですね、全体を取り仕切っているのが問屋場という場所になります。はい。これもですね、今、問屋場跡って書いてあるんですけれども、ラーメン屋はあるんですけど、問屋場跡のらしき建物などはですね、全くもう今は跡形も残っていないと
ということになります。はい、再び東海道を西の方へと進んでまいりたいと思います。あ、またですね、やっぱり昭和の匂いのするこういう建物がですね、結構残されています。だん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 駅から離れるとですね、ビルみたいなものは少なくなってくるような感じがします。さあ、これはね、呉服屋を見つけましたよ。この呉服屋もね、味わいが深かったですね。古風ゆかしいという感じでした。はい、そしてまた、この神社、このもう鳥居を見ただけでね、相当年季の入った神社だということはよくわかります。こちらの神社もですね、まあ、いろいろな時代を見てきた石碑がですね、残されています。あ、ここも明治天皇がいらっしゃったということでですね、このような史跡が残されております。あ、黒猫を発見しましたね。黒猫が木の陰に隠れてこちらを見ておりますが、別に怪しいものではないので、そんな見なくてもいいかなと思いつつ、まあ、かなり警戒しているようですね。はい、獅子と黒猫という感じでしょうか。両方とも逆光で真っ黒ですが、さあ、それでは再び東海道を進んでいきたいと思います。あ、そうだ、ここでね、またね、古いね、東海道のね、戸塚宿を歩いてるとね、これやっぱりね、古い史跡を見つけるっていうのがね、本当ね、楽しいですよね。この史跡のね、人間の何倍もね、生きてきてるわけですから、その全てのことを見ているという感じなんですよね。それを肌で感じる、まあ、この歴史というものをね、肌で感じるのには一番この史跡に触れ合うのが一番いいんじゃないかなというふうに私は思います。なんとか道って書いてありますね。ここもね、今みたいに車のない時代ですけども、まあ、道があって、そこをいろんな人がですね、行き来してたというわけです。はい、再び東海道を西の方に向かっておりますが、あ、またここもね、昭和の匂いのするね、お袋の味、きしみってあります。ちょっとやってませんでしたが、時間が経てばやるんでしょうかね。ちょっとわかりませんが、本当にお袋の味のするような看板でした。はい、あちらにもですね、いいお店がありますね。良さそうなお店があります。はい、また神社がありましたので、ここでまた参拝させていただこうと思います。ここはですね、富塚八幡宮。というですね、富塚という名前が戸塚の語源ではないかと言われているんですけども、こちらの神社は富塚八幡宮といってですね、このすごい階段があってですね、この階段をずーっと登っていって、全部でね、確か45段ありましたね。45段の階段をですね、ひたすら登っていきますと、ここでやっとお参りすることができました。ここでもお参りさせていただいて、終わりましたらまた下っていくということで、また戸塚の東海道に戻っていきたいと思います。はい、こちらの碑ですが、戸塚宿上方見附跡になります。こちらはですね、さっきの宿場町の大阪、京都側の出口と、まあ、いうか、向こうから来ると入り口ですね、の端っこになります。そしてですね、ここ大阪下という地名なんですけれども、まあ、なんで坂下っていう地名かというと、さっきと同じですよね。こっからね、宿が終わると、宿場町が終わると、一気にまたね、上がっていくんです。ずーっと上り坂が続いていきます。そしてこれ安藤博重の浮世絵にも書かれております。左側見てください。坂登ってますよね、皆さん。これがですね、戸塚宿の大阪下なんですね。まあ、なんとなくその感じがあるかどうかは、それは見方によって何とも言えませんが、やっぱりね、こうなんとなく緩い坂ではありますけれども、話によると江戸時代はもっときつい坂だったというふうにも言われております。まあ、雨でも降ってやっぱり草履履きだったらね、これね、大変な難所になると思いますね。ここも。結構ね、有名な坂ではあります。さあ、ここにですね、いろいろな石碑がやはり建てられてますね。あ、見ざる言わざる聞かざるっていうのがね、見えますよね。あれ、栃木の日光だけじゃないんですね。はい、ここもかなり古くて、やっぱり元禄って書いてありますよね。元禄時代の石碑がこれずらっと、あ、こちらも元禄時代ですね。はい。いやー、まあ、多分ね、全部ここに並べられてたんではなくて、いつの時代かにここに一箇所に集められたのではないかなというふうに推測はされますが、いずれにしても江戸時代から残されている石碑がこれだけずらっと並んでると、まあ、見る方もですね、まあ、これ壮観ですよ、これ。これだけの石碑が並んでますよね。こういうのはね、東海道沿いじゃないとね、滅多に見れないんじゃないかなという気もします。はい、引き続きこちら、大阪台というところです。ちょうどですね、大阪下から大阪上というところまで上がる、その中間にですね、大阪台という場所があります。さあ、こちらも坂の途中ですが、かなりですね、もうね、
朝からずっと歩きっぱなしですので少し疲れてきましたが、ようやくここでですね、戸塚塾も大阪上ということで、この辺で戸塚塾のレポートを終わりにしたいと思います。いやーでもね、東海道の戸塚塾はね、いろいろね歴史がありますよ。あ、そうだ、帰りにね、やっぱりね、これ引き上げたらね、あの柏川のね生態調査、これ何か入ってるでしょう。あの餌はちなみにね、小麦粉を丸めて入れてみました。そして、あ、小麦粉が溶けてるからね、やっぱりね、あの、周りに匂いを撒き散らしてね、いろんな魚が寄ってきたと思いますが、おっと、どうでしょうか。あ、あれ？ちょっと今日は不調でしたね。何も入ってませんでした。ちょっと、水の中にね、入れてた角度が悪かったのかな。魚が入りにくい角度だったかもしれませんね。それとね、すごい暑い日でしたのでね、途中でね、あの、ガリガリ君をいただきました。このガリガリ君ね、私大好きです。70円ってね、結構値上がりしちゃいましたけれども、暑い日にはガリガリ君。これね、もう鉄則です。今日もありがとうございました。